去年ほど前に東北には林崎仁介重信という方がこれの創始者になっております。熊本に居合が定着し始めましたのは1633年、寛永20年の頃だとご本人に記してございます。その後熊本の城内に地方藩によりまして入所ができまして、正式に武芸としてこれが定着しましたのが宝暦4年1754年で、現在250年前からこのスタートになっております。ちょうどその頃は徳川駐在将軍家重のところに当たっておりまして、日本江戸幕府も若干どんな時代だったと思い認識しておられます。ただいまから援軍いたしますのは宝暦以来龍宗北山宝暦守草安と言いまして、その末裔の方は現在の山口県の岩国に現存しておられますけれども、その方は現在はやっておられます。遠藤先生をご紹介申し上げますと、向かって右手より教師士官宮田信夫先生、現在第一高校の数学の教師をしておられます。中央が
うん